こんにちは、豆腐と言います。今回は日向について話そうと思うんですけれど、レシーブを見ていこうと思います。日向と言ったら変人速攻が印象的で最強のおとりと言われていますが、配球を弓進めるとレシーブに感動するじゃないですか。日向のレシーブと言ったら稲荷崎戦、ここはアニメでもあったから記憶に強く残っている。今回は稲荷崎以降も含めて計6戦、個人的に好きなレシーブがあるので、そこを改めて見ていこうと思います。それで日向のレシーブで好きなのが周りの反応。今回紹介するレシーブでは周りが感動する。そこを改めて見ると心躍ります。日向のレシーブを見て感動する先輩もいれば、感化されるライバルたちもいる。その様子を重視していきます。計6戦は稲荷崎戦で3戦、猫間戦1戦、カモメ大戦1戦、プロ戦1戦、こんな感じで見ていこうと思います。それではどうかお付き合いください。第1戦、ハーケン。ここのレシーブ、感動した人多いと思います。第281話、ハーケン。皆さん、ハーケンってご存知でしたか？正直僕は知りませんでした。ちなみに、この回が載ってるコミック32巻、稲荷崎がかっこよく映ってますが、タイトルがなんとハーケン。このハーケンとは何なのか、改めて見ていきましょう。試合終盤、アツムがファーストタッチからオサムにセット。この早いタイミングに月島反応しています。この反応は観客の黒がおののくほど。黒もそうだけど、研磨の顔が最高。二人の表情が月島の優秀さを物語っている。しかしオサム、これを再びセット。これには月島も猫コンビも切れる。完全にブロックを振られました。愉快に笑うアツムがもう楽しそう。そんなノリに乗った稲荷崎、最終的に託されたのはオジロアラン。カラスノとしては目を背けたくなるような次の瞬間、ボールの先には待ち構えていたように小さな腕がありました。だいたいこういうのは今まで西野屋でしたね。それがなんとまさかの日向、体全体で見事にいなします。ここの周りの反応が最高すぎる。1年生合宿のライバルたちも感動しているのがたまらん。時が止まったような感じもするし、みんな理解が追いついてない感じもする。ここで日本代表の監督、ひばりだ監督が絶賛。長く苦しい時間の中で本当にごく稀、100本や1000本に1本くらいの稀な1本でも、心が奮い立つような足がかりとなる1本。皆さん、これがハーケンらしいです。なんかテレビとかで見たことあるようなないような、これをハーケンっていうらしいです。僕はここで初めて知りました。でも納得ですよね。コミックのタイトルにもふさわしいと思う。この途方もない1本、ハーケンを一つずつ積み重ねていって高みを目指していく。この監督が言うからより感動するし、何より影山の一言、影山自身もこの一言を言うのに驚いている。だって初期あんなこと言ってましたからね。レシーブがグズグズとか、そんな日向を勝ちに必要だとは思わないとか、正直なのは悪くないけど正直すぎる。そんな影山がコミック30巻分ほどの時を経て、ついにナイスレシーブとこぼします。これ以上の言葉はないでしょう。日向が参加して1年生合宿、結局練習参加できなかったし、もしかしたらあの行動は無駄だったかもと後悔があったかもしれない。でもその懸念も完全に晴れたと思う。日向がレシーブの快感を知ってしまった。パラスノは感動必至です。会場もどよめく。猫間の反応も好きです。リエフが驚くのと同時にショックを受けているのも好き。お互いレシーブ苦手同士と思っていたけど、先を越された感がありそう。そして1年生合宿でお世話になった穴原さん、まぐれといえばまぐれかもしれないけど、少なくとも全部まぐれではない。一人でまぐれの定義が空回ってる。先生の頭がショートするくらい感動したみたい。影山もナイスレシーブと言っておきながら、我に返って認めたくないの可愛い。完璧とはまだ言いたくないらしい。こういう時までちゃんと癖やろ。そんな日向が繋いだボール、カラスのおせおせの空気になりますが、残念なことにこの1点は稲荷崎に入ります。とても長かったこのラリー、渾身だったからこそ空気は重くなる。鵜飼さんもそれっぽい言葉しかかけれません。そんな時日向が影山に尋ねる。さっきの俺のレシーブどう？この顔がたまらん。影山からしたらめっちゃうざそう。ナイスレシーブと言っておきながら、見てないのはさすがに無理。この重い空気の中、日向は次が楽しみでワクワクが止まらない。もうこの輝きが太陽みたい。でも本当に太陽で、こんなに明るく照らされたら仲間も笑顔になるし、1年に負けてられないって先輩も奮起する。そんな日向のバレーをオサムが飯で例えます。この例えオサムらしいし、的を得てると思う。腹いっぱいになったらしんどいけど、また明日には腹が減る。飯にありついて幸せを感じて、それを繰り返す。そんな日常の一部となっているのが食事。そんな風に日向はバレーをしているらしい。もう理屈とか理性じゃなくて本能でバレーをしている。そんなバレー欲の化身が、ちょっとレシーブの快感を知っちゃったらもっと欲しくなる。腹が減っている時にちょっと食べて腹が減る理論。そんな様子を見ていると周りのみんなも腹が減る。日向のレシーブは確かに感動したけど、周りの反応がその感動に拍車をかけていると思う。
ここから日向のレシーブが開花します。第2戦いろよ、日向と月島が連携した名シーン、稲荷崎は中盤から凛太郎が止まりません。月島が何度も抜かれる、それは凛太郎が体幹お化けだから、ブロックで飛びついても逆を突かれてドツボにはまる。だから月島はコースを絞ることに徹底する。コースを制限して後ろで拾う、でもこれは後ろと連携して初めて成立する。何より月島が冷静にリードブロックをするのが前提。そんな体も頭も冷えした終盤、月島ももう疲れたと心で言っています。それでもちゃんと戦況を整理して複数の選択肢からトスが上がってブロックに飛ぶ。月島本人も分かってはいる、ここで止めるのが理想だし盛り上がるし何よりかっこいい。男子高校生ならその欲望に飛びついてもいいと思うけど、無理と割り切って後ろに託す。月島と日向、出会いは最悪だった。バレーをたかが部活と吐き捨てる月島、日向に身長や体格という厳しい現実を突きつける。同じミドルブロッカーだけど正反対な2人、この2人がまさか連携するとは思わなかった。ダイスさんでも西野屋でもなく日向がいる。日向が後ろにいる前提のブロックが最高すぎる。これまでの日向の功績からそこにいるのがまぐれじゃないと我々読者も、そして穴原さんも理解している。というより日向にまぐれというのは失礼と思わされる。第3戦楽、日向のレシーブを語る上でここは避けられないでしょう。場面はカラスのマッチポイント、ここで決めたい。その強い一心がリズムを早めていく。いつも通りでいいと頭では分かっていても、相手を振り切りたいと無意識に速くなってしまう。鵜飼さんがベンチからゆっくりと叫んでいますが、その声が選手の耳に届いてない感じがしますね。僕はバレー経験者じゃないんですけれど、バレーやってた人は気持ちが分かるんですかね。感覚としては緊張するときや大勢の前で話すとき、少し早口になっちゃう感じなんですかね。そんな視界がどんどん狭くなりそうな展開で、オーライの声とともに一気に視界が晴れます。早いテンポとは打って変わって、ゆっくりと弧を描くレシーブ。ここ好きなのが、カラスのみんなよりも先にこいつらが映るのがいい。僕みたいなバレー初心者では多分気づかないけど、国見、小金川、そして百沢はすぐにピンときた。楽をするバレー、1年生合宿での一件、国見の動きを見て日向が百沢にお願いしたこと。2対2でしんどい時、テンポが速い時、あえて高いパスで時間を作る。この余裕は相手にも伝播するけど、もっとなんかいろいろできるようになる。国見はサボり癖がある印象だったけど、実はそうじゃない。サボりと楽が違うと判明。この時はそんなに感動しなかった。なんか日向が成長したなぁくらいだった。この一件がまさか稲荷崎戦のラスト、こんな感動につながるとは思わなかった。この空気の中で余裕のある選択を、しかもあの日向が取ったから感動するんだと思う。菅さんが泣きそうになるのも無理はないと思う。このボールがつながってカラスの見事勝利します。稲荷崎戦は日向のレシーブが輝いたけど、それを締めたのがこのシーンだと思う。まさか月島がこんなことを言うとは思わなかったけど、今思えば月島だからこそかもしれない。月島は白鳥沢戦でバレーにはまり、その瞬間を体感している。だから日向のその瞬間を察知できたんだと思う。日向がレシーブの快感を知ってさらにバレーにはまった。静かなのが逆に恐ろしい。以上が日向の好きなレシーブ3戦でした。残り3戦見ていこうと思います。第4戦、常に新しい。猫間戦の日向のレシーブではここが一番好きです。理由はある二人の男が大きく感銘を受けたから。少し戻って流れを見ていきましょう。試合序盤から日向がコートを躍動します。面白いままでいてねと研磨は不気味に笑う。しかし中盤、研磨が完全に封殺、日向を攻略して猫間が優勢。黒が日向の存在感を過去一薄く感じるほど、この表現恐ろしいですよね。肝心の研磨は攻略してしまうと興味をなくす。カラスにピンチが訪れますが、鍵山が日向の道を切り開く。この試合は攻略し続ける猫間と変化し続けるカラスの互いに対応し合う攻防が見どころだと思います。オープントスの攻撃を体得した日向、研磨の対応策は犬岡で追いかける。ここで少し犬岡にスポットが当たります。どうやら犬岡、もともとミドルブロッカーだったけどウィングスパイカーになったようでした。その理由はリエフの存在、ミドルブロッカーの座をリエフに捉えてしまった。そしてミドルブロッカーの時よりももっとレシーブ力が必要らしい。多分犬岡は猫間の中でそこまでレシーブが得意じゃない。負けたのも悔しいし、苦手なレシーブと向き合わなければならない。少しへこんだかもしれないけど、そんな暇はなかった。それは日向がいたから。日向に勝つにはレシーブを見え方なければならない。日向がレシーブで周りを感化させるとは思わなかった。しかも相手は守りの猫間、猫間のシンクロ攻撃をブロックとの連携でレシーブ、意図的にそこにいたんだろうと我々でもわかる。犬岡もちょっと前までだったらレシーバーとしてはライバル視してなかったと思う。さっきまで興味がなかった研磨、その2人が感銘を受けるこのレシーブ、稲荷崎戦のスーパーレシーブほどではないかもしれない。でも犬岡の反応が日向の実力を物語ってる。犬岡ってそこまで目立ったキャラじゃないと思うけど、素直でいいやつだし、何より攻守に優れた選手だと思う。
もしかしたら2年後黒みたいな選手になってるかもしれない。なんなら成果がいい分黒より上かもしれない。ゴミ背場の決戦はこの2人の攻防も見どころです。第5戦2試合の感動鴨居大戦、この2人が激突します。高麗はガンガン点を取っていきますが得点以外でも活躍。試合終盤長身月島がブロックの上からスパイク、それをなんと高麗がレシーブ。何でもできる、それが小さな巨人。西根谷そして猫間がうなるほど。このボールを2メートルのガオがスパイク。ここで一瞬1年生合宿の描写が入ります。同じ2メートル超えの百沢、練習には参加できなかったけどあの時ちゃんと見ていた糧がここに来て生きる。百沢って春高予選序盤で出番終わったはずなのにずっと日向の中で活躍している。ブロックの上からのスパイクなのに高麗に劣らないこのレシーブ、十分感動できるけど西根谷の反応がいい。まさに言葉を失うって感じ。西根谷からの賞賛は以前縁の下もあった。同じナイスレシーブでも同じ賞賛でも西根谷から言われたら価値が違う。だからこのレシーブ鴨居大の中で一番好きな日向のレシーブです。第6戦冬季に行くには必ず近きヨリス。プロになった日向、牛島と対峙します。あの時の借りを返すように牛島が日向を狙う。狙われてると察知したその時ビーチバレーの風景がよぎります。落ち着きを取り戻して適切な位置を取る。このレシーブたまたまでもまぐれでもない。ここまでの過程を知ってるからそう思える。会場のみんなは驚いています。その中で正面でラッキーという人もいるようです。でもそれを田中が訂正。たまたま正面にいたわけでもたまたま上げれたわけでもない。あの時の会話が蘇る。もしここに西根谷がいたらきっと歓喜してると思う。そして鵜飼さんも改めて称賛。位置取りや技術だけじゃなくてバランス、砂の上で鍛えられた体幹が圧倒的に成長している。その成長を鵜飼さんと大さんが見逃さないのが最高だし、菅さんが泣きそうになってるのが尊い。日向がレシーブすると菅さんいつも泣きそうになる。でもそれはきっとあの場面に菅さんがいたからだと思う。レシーブについて影山にボロクソ言われていた。確かあの時3年生は菅さんしかいなかった。あの時立ち会っていたからこそ日向の成長を人一倍感じているのかもしれない。そして今回は竹ちゃんも泣きそうになっている。鴨居大戦で日向が退場した時かけた言葉、プロを目指すならバレー以外の時間もずっとバレーボール。この回第398話、タイトルが冬季に行くには必ず近きヨリス。かつて竹ちゃんが日向に送った言葉ですね。この言葉の意味を自分の教え子が体現してくれて嬉しいんだと思う。日向の成長、レシーブには感動するけど周りの反応を見ているとそれに感化されてこっちも泣きそうになる。以上が日向のレシーブ名シーンでした。もちろんもっとあると思うんですけれど、個人的に印象的なシーンを6選話させていただきました。日向のレシーブもいいんですけれど、改めて見ると周りの反応がいいですよね。西根谷が感動したり、あと百沢、特に稲荷崎戦は1年生合宿のライバルたちがちょいちょい出てくるのが嬉しいです。日向のあの突飛な行動が報われた気もする。バレーってやっぱりスパイクとかスパイカーが花形みたいなイメージが僕はあったんですよ。でも何の変哲もないレシーブがここまでの感動を生んだり、公式戦では全然出てこないようなキャラにスポットを当てる配球ってやっぱり神だと思いました。今回紹介したシーンで少しでも共感してもらえたらとっても嬉しいです。この動画良かったと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。